はい、どうもこんにちは、こんばんは。もう寝起きすぎません、僕。どうもズルフィーです。ってことでね、もう髪の毛がもうすごいことになってるんですけど、パイナップルみたい、ちょっとあのパイナップルみたいだなと思ったら高評価教えてください。ということで今回はですね、ドムさんのスキブリトイレのね最新話が出たということで、今回はねドムさんのねスキブリトイレの最新話22話だったっけな、ウォーズと見ていきたいなと思います。もうさ、本家の方がね全然ちょっと出ないんでね、70話待ってる間にもうドムさんのやつ3回ぐらい更新されてない、そんな最新なんか、まあとりあえずね、もう早速、楽しみなんで見ていきましょう。さあということで見ていきましょう。ってことで、まあこの回はあれですね、まあ時計を守ると、はい、時計を守るといったね回になってているんですけど、最初の方ねもう結構っていうか、もうだいぶピンチなんですよね。でなんか、なぜか音が消えた。なんだなんかスキビリトイレのなんか声の音が消えてるんですけど、なんか前までなかったっけ、あれなんか消えてるよね。よくわかんないけど、なんか著作権がなんかなのかな。まあとりあえずですね、まあ見ていきましょう。はい、もうすごいことが起こりますからね、もうみんな頑張りますよ。はい、まずこのラージねクロックマンが頑張ってくれるんですよ。はい、このラージクロックマンが頑張ってくれてる間にタイタンスピーカーマンがね、まああの時計の爆弾をね外しに行こうとするんですけど、こいつですよ、この、はい、あの磁石スキブリトイレのせいでね、もう時計区間のクロックマンがもう頭を痛めてしまうと。いやー、まあ適正ですからね、クロックマンにはあの磁石が、はい、クロックマンには磁石が適正なんでね。でしかもちょうどいいタイミングでね時間動いちゃったせいで、もうこのタイタンスピーカーマンがねよくわからんスキビリトイレと戦う羽目になっちまったんですよね。いやー、あの磁石のスキビリトイレがもう一瞬で状況を変えましたよ、本当に。なんであんもうねあんなちっちゃいのがねここまで状況を変えれてしまうんですよね。でもいつかなんかさ、クロックマン磁石に耐えるみたいな能力つきそうじゃない、アップグレードかなんかでね。あー、けどなんかこの回で確かね、あの結構ダメージを負っちゃうから、負っちゃって、確かなんか結構あれ結構負ってたよね、うん、結構ダメージを負ってた気がするんで、ワンチャン次のぐらいでね、でねもうなんか食らわなくなってる可能性はあると思いますよ、僕は。さあということでね、もうこの気持ち悪い顔が出てきましたね。もう本当にグロすぎるんですよ、顔が。あの顔作ったのもすごいよね、本当に。もう多分自分でもねモデリングとかして作ってると思うんですけど、いやすごいですよ。うん、僕も最近モデリングみたいなのをねちょっとやる機会があってですね、あの本当にすごいんですよマジで、うん、もう本当難しいんですよ、もうよくわかんないんですよ、もうとにかく。でそれでて、ね、いろんなもうこんなに作ってるってやばいよ本当に。もうダファックブームさんもそうだけどね、うん、さあということでこれでね、はい、時間がね止まると思いきや早くなっちゃうと。さあそれはなぜか緑色の髪の下にね、はい、ファスター早くすると書いてあるんですね。といやこれはちょっとね、あのやられましたね。いやちょっと一歩先に行ってましたね、このスキブリトイレたちが。さあそしてねドリルウーマンがピンチになったところをね、はい、もう最後の力を振り絞ってね、この、ラージクロックマンが、もう時間を止めてくれます。本当に最後の力を振り絞ってくれました、ありがとう。なんでこのねドリルウーマンも助かったよ、よかったよかった。さあそして爆弾もね外せました。ただここでねタイタンスピーカーマンがねチェーンのせいで大ピンチになってしまうと。やばいよ、大出世の大出世のなんかリズムでいってしまった。ということでここでやっていきます。この音聞いたらもう誰だか分かりますよね。はい、もうたあのこのねこのトムさんのスキブリトイレでは、もういろんなキャラクターが出てきますから。はい、こいつですよ、タイタンドリルマンなんですね。進化して帰ってきました。前ねマグマのスキブリトイレと戦った時、そしてジーマンじゃねえわ、サイエンティストスキブリトイレと戦った時にね、もうやられてしまったんですけど、もうありえないぐらいアップグレードしてね帰ってきました。もうあそこでやられてよかったんじゃないかってぐらい本当にアップグレードされてますからね。さあもう見てください、効きません、全く効きません。はい、ありえないぐらい強いですよね。でほらもう、 こう口になってるんですよね、このドリルの部分が。で中になんかね砕く部分があって、はい、もう噛み砕いてねもうボコボコにしていくと。もうほらこのスキビリトイレもさっきまであんなに調子を出たのにね、もう絶望ですよ。さあそして、はい、このお腹の中でね粉々にしていくと。はい、やっていく。お前強すぎやマジで、うん、お前マジ強すぎるんだわ。
で、まあここでね、まあいろんなクロックマンたちが時計の内部にね、まあ潜入していくよといった感じになってますね。はい、そしてドリルマンとね、スピーカーマンの会話ですよ。グッドっていうね。で、あとまあポンポンされてね、ちょっと拗ねちゃいますね、このタイタンスピーカーマン。ちょっと可愛らしいところあって、はい。で、ここですよね、本当に何回見てもよくわかんないのがここ。マジで何なのここっていう場所は。なんとなくさ、タイタン、じゃスピーカーマンって、スキビリトイレか、スキビリトイレの基地っていうのがさ、わかるんだけどさ、最後が本当に何言ってるかわからん。うん、何なのこれ。何なのこれっていうね。なんか、声消えてる。あれ、前までさ、これ声あったよね、やっぱり。音が消えてるぞ。よくわかんねえな。なんで音が消えてるんだ。そう。裸でね、まあいろんな研究がされているわけなんですよね。扉がね、ほら、開いて、ほらほらほら、もうやばいやばい、スキビリトールがいっぱいいるんすよ。この触手のスキビリトールだったりさ、もう希少すぎるんだよ。で、まあエレベーターですね、ここ。はい、エレベーター乗って、まあ下に向かっていくわけですよ。下か上かわかんねえけど、下ですね、これ。はい、こんな感じで下に向かって、一番下に行くとですね、もう意味わかんないシーンが始まります、こっから。はい。これです。誰やねん、誰やねん、お前。もう何回言えばいいの、誰やねんって、お前のこと。もう4、5回言ってるよ、お前に、誰やねんって、もう。え、本当にこいつ何が目的なん、お前は。本当に誰なんすか。ティアラつけてるけど顔の色気色ないか、お前。超体調悪そうなんだけど、ってことで、はい、次のね21話いきましょう。さあ、ということでね、まあ21話でございます、こちら。まあなんか時計のね中の修理をしてますね。いや、ただ時計の修理もね大変らしくて、ほらもう壊しちゃってるからね。せっかく爆弾から時計守ったのにさ、ね、もう自分たちで壊しちゃうよ。で、ここでまあただね、クロックマンがね、到着します。ただね、クロックマン足負傷してるんだね、なんかね。歩き方が、めちゃめちゃおかしかったよ。お、なんか指示された。ちょっと僕もこの回はね、あまり見れてないんでね、ちょっとわかりませんわよ。なんだ？一回なんか戻れみたいなこと言われてるけど。あ、渡せみたいなこと言われたのか、これを。さあ、そうなんですよ。さっきも言ったんですけど、やられちゃってるんですよね、このラージ、クロックマンが。はい、まあただね、テレビマンが一旦ね、まあ、持ち帰ってくれます。まあなんで多分助かるかな。うん、助かった時になんかアップグレードされてほしいね、もう磁石にやられないように。だってもう2、3回ぐらいやられてるからね、あいつ磁石に。そろそろちょっとアップグレードしてあげてよってね。で、なんかなんだこれ、アタックベース2なんだっけ、スキブリトリのなんか2つ目の基地が見つかったから攻撃するぞみたいなことが、あの情報でね流れてきたと。で、まあここで、そうだそうだ、思い出してきたよ、思い出してきた。結構ね大ピンチになるんですよ、一瞬タイタンドリルマンが。まあでもね、最初の方はタイタンドリルマンはね、もうさすがに強いんでね、もう結構なんとかしちゃいますよ。ほら、いや、これマグマとさ掘り当てたのは、これ意図的になの、タイタンドリルマンが。これよくわかんないよね。さあ、タイタンドリルマンがね、大量のスキブリトイレとね、戦っています。さっきなんとなく思い出しみたいなこと言いますけど、正直あんま思い出せてない。正直タイタンドリルマンが戦うことくらいしか思い出せてなかった。あ、そうだ、このナイトみたいなやつ出てきたわ、そういえば。こいつ地味にかっけんだよね。いや、かっこよくない？ほんと、体がスキブリトイレじゃなければめっちゃかっこいいんだよ。ただね、はい、このナイトでもね、ドリルマンには勝てませんよ、ほら。もう剣がね、もうお腹でね、破壊されちゃいますから。さあ、そしてもうどんどんマグマが出てきますけど、大丈夫なの、タイタンドリルマン。おお、お前強すぎるって。もう全部お腹に引っ張ってきちゃえばね、うん、もう大丈夫ですからね。はい、ただね、上からミサイルが来るんですよ。ここで大ピンチが訪れるぞ、タイタンドリルマンに。ただ今、背中見えましたか？皆さん今一瞬背中あったの分かりましたか？やばいやばいやばいってところに、はーい、このシールドってことは、タイタンカメラマンが来てくれたんですね。よかったよかった、タイタンドルカメラマン来てくれて。危ない危ない。そしてね、こっからね、まあ
あれですよ、スキブリトワールのね、2つ目の基地に、攻めていきますよ。いやもうやばいな、めちゃめちゃ飛んできてますよ、もう爆弾が。頑張ってくれ。いややっぱかっけえよな、ほんとにこのもう大タイタンドリルマンが。あーで、ここでまたね、ダリアニンシーンですね。ダリアニン、あ、違うわ、ここ違うんだ。タイタンスピーカーマンの治療シーンですね、ここよくわからん治療シーンね。あの2つ目の基地がね、見つかったからあの、出ていきたいんですけどね、はい、修理中なんで移動できなくてね、悔しがってますね。ってことで次行きましょう。ラスト最終話です。ということで、なんだ、え、なんか赤いボタンあるけど、あ、多分あれだ、スキブリトイレの2つ目の基地にもう到着してるんだ。え、あの赤いボタン何なんだろう。なんだなんだ、何が起こるんですか、あれ押したら。おお、なんか意外と狭いな、思ったより狭かったわ、もっと広いのかと思ったら、え、遠くから見たからそう感じちゃっただけかな。いやもうすごい戦い起こってるって。なんだ、もうやばいやばいやばい、もうなんかすごいみんなヨロヨロしてるけど大丈夫、カメラマンとか。え、なんか刺されてない、え、誰、え、大丈夫、うわー、キクやばくない、お、あ、よかった、ナイスドリルマン、ドリルマンナイスすぎるわ。あー危ない、よかったよかった、ギリ助かったでしょ。お、ドリルマンのなんかたちが多分いっぱい来てくれたんじゃない。あー来た来た来た、ドリルウーマン、これあれウーマン違う、これ違う、あ、ドリルマンか、ドリルマンも来てくれて、はい、ラージドリルマンも来てくれたと。いやこれはでかいですよ、ほらもうこいつらがいるだけでね、もうそうだってかわいそうだって、今スキブリトリが2対1で奈落に落とされてて、たまにスキブリトリかわいそうと思えちゃうよねこれね。あ、いや待って、この赤いやつさ、赤いボタン絶対なんかさトラップでしょ。え、あ、しかもなんか出てきたし、グロ、うわー、なんだお前、何こいつ何こいつ、キッショ、やばいやばいやばい、もうおたけびだけですごい飛ばされるし、わわわわわ、ゴミ箱みたいな、なんかゴミ箱みたいなのに入れられてない、やばい、ブラックスピーカーマン、あ、危な、ブラックスピーカーマン助かった。さあ来ましたよ、タイタンスピーカーマンが。さあ、あれ、あ、やばい、エネルギー切れじゃない、え、修理中だったからだよお前、修理中なのに来るからだよ。さあブラスターが出ないんでね、もうおー、それを武器にするか、それをねもう武器にしちゃうと、もうね音じゃ負けねえぞと、規制なんかにじゃね負けない、あ、やばくない、これ、あーやばい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 、タイタンスピーカーマン、わわわわわ、めっちゃ爆発するじゃん、これ何、え、トラップだったってこと、あ、時間止まったよ、あ、クロックウーマン、クロックウーマン、大丈夫、助かったの君ら、なんだ、なんか開いたよ、何が起こるの、え、ボタン押す？押せる？大丈夫？でもなんかボタントラップな気がするんだけど。さあラージドリルマンが本気ですか？あ、あと違うわ、でもあと1分で多分ミサイルが発射されちゃうんじゃないの？さあ時間を止めて、なんだな、何その力、何その力、何何何、え、何何何何、何その力は？なんかスピードアップしたぞ、え、ハイヤー足、なんだその力は、大丈夫、押せる、押せ、うわー、何それ、しっかり守られてた、頑張れ、やばい、あ、あ、終わったじゃん、やばいやばいやばい、ミサイル発射されたよ、どうすんのこれ、どうもできなくない、あー、タイタンスピーカーマンが止めてくれてる、頑張れタイタンスピーカーマン、ん、あ、やばい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 、これ結構まずくない、え、なんで、なんで、なんかいるか、え、なんだ、なんか誰かが止めてくれたミサイルを、あのカメラマンじゃない、ないよね、え、おー、
あ、ブラックドリルマン、お前は何者だ。え、ブラック、あ、お前か。え、なんかブラックドリルマンがさ止めてくれたよ。え、やばいやばいやばい、あぶねー。うわ、ナイスブラックドリルマン。え、なんだ、なんか画像とか見てるけど、ん、もうお前な、お前何言ってんだよ。は、私のお気に入りのおもちゃみたいなこと言ってたけど、ん、ちょっと待って、ちょっと待って、は、もうよくわかんないって、お前何言ってんだよ。まあ、な、え、何言ってるかがわからんぞ。え、なんか計画があるっぽいね、こいつにはね。野望かなんかわかんないけど。面白い。でも、ブラックドリルマンの登場は面白かったね。急展開だよ、だいぶ。いや、もうなんかストーリーもね、すごい加速してきましたよ、話の進み方が。もう寝起きだったけど、めちゃめちゃ目覚めました。ありがとう、ドムさん。ということで皆さんね、ドムさんの最新話いち早くね、見たい人は概要欄にドムさんのチャンネル貼ってあるんで、チャンネル登録とね、通知をオンにしておきましょう。そして、僕のリアクションが何かちょっとでもいいなと思ってくれた人がいたら、ぜひね、高評価して、チャンネル登録して通知をオンにしておいてください。コメントもよろしくな。では終わります。バイバイ。